こんにちは、みんなです。本日は2020年1月19日でございます。今日はこれからですね、後ろに美しくそびえます二条山に、登ってみたいと思います。目岳と小岳の間のですね、馬の背に出まして、それから目岳に行って、そして小岳に向かってみたいと思います。では行ってみます。はい、それではですね、今日はこの雄泉寺さん、大龍寺さんの横を、歩いていくコースで向かってみたいと思います。いや、お天気が良くて目岳も小岳もよく見えます。はい、このような感じでですね、麓に公園がありまして、1300年前に、作られたという、鳥谷口古墳という古墳もあります。大龍寺さんの横を歩いていきます。はい、雄泉寺さんまではこのような感じで舗装された道路が少し続いています。横沢が流れてるんですよね。せせらぎの音がとっても心地いいです。はい、案内図があります。緑色で表示されている方が奈良県側で、白色が大阪府です。今日はですね、この鳥谷口古墳からまずはここまで歩いてきまして、それでこれからですね、目岳と小岳のちょうどこの間に一度登りまして、目岳に行き、小岳に行き、また帰ってくると、そんなコースを歩いてみたいと思います。では行ってみます。はい、雄泉寺様ですね。そしてが登山道となります。雄泉寺さんって紅葉の季節とっても綺麗なんですよね。ところどころに腰をかけやすいようにベンチを用意してくださってるんですよね。いやー、それにしても木漏れ日がとっても気持ちいいな。はい、続いて歩いていきます。このように階段が出てきますとね、馬の背がもうすぐそこではないかと思います。そこを曲がると馬の背かな。はい、馬の背です。目岳まで 100m、小岳まで 600m という感じです。ではまず目岳の方に向かってみます。はい、馬の背から目岳頂上への 100m はこんな感じです。はい、目岳頂上です。目岳の山頂こんな感じです。こちらが大阪側ですね。はい、向こうの様子もちょっと覗いてみたいと思います。こちらが奈良盆地の眺めですね。
しいですね。奈良盆地がとってもよく見えます。いや今日は根比山、耳なし山、天の影山、山田さんでもよく見えますね。いや本当ですよね。本当にみんなの誇りだと思います。尾岳が517メートル、目岳が474.2メートル。目岳の頂上からですね、尾岳の頂上がとってもよく見えます。では向かってみたいと思います。はい、では一度馬の背に戻ってと。この辺りは平野平野がよく見れそうだな。行ってみよう。はい、平野平野もよく見晴らせます。はい、一度馬の背に戻ってきまして、これから今度は尾岳山頂を目指します。はい、先ほどいた目岳山頂がよく見えます。はい、ずっとこのような感じで階段が山頂まで続いています。あ、山頂かな。はい、尾岳山頂です。はい、まずは、山頂にまします二神神社さんにお参りさせていただきたいと思います。周りに木が結構たくさんありますんでね、目岳ほどこう見晴らしがいいという感じではないんですけども、それでも、平野部屋も大和盆地も望むことができます。はい、二条山いかがだったでしょうか。とっても人気の山ですからね、頂上もたくさん人がいらっしゃいました。小さなお子さんとご一緒のおじいちゃんおばあちゃんみたいな、方もいらっしゃったりしまして、山は登ったことないよっていう方の、初めての山歩きにも、とってもおすすめの山だと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。住田でした。